読売新聞っていうのはもともと一緒にやってるとこだから、共同通信流れてくる大元ニュースだけコントロールしとけばですね、ね、もう特定の情報しか日本には流れてこないわけです。完全に情報鎖国になってるわけです。それがアメリカでもね、沿岸部で豊かだって言われてるカリフォルニアの今の実情ですよ。ね、非常に気な臭いなと思っていたら、この間インドのニュース見てたらですね、なんとアジアの危機が起きることを想定してそういった準備をしてんじゃないか。私たちがやれることはとにかく日本のメディアがもう全然ダメですから、マスメディアがね、もう商業主義でしょ、ね、で政府に対してもう権力に対して全然抗えないでしょ、行政の言うがままでしょ、ね、せめてね、コロナのことでもですよ、ね、例えば読売新聞だけでも、まあ、読売新聞は絶対ないな、まあ、朝日新聞でいいですわ、朝日新聞だけでもね、読売新聞っていうのはもともと自民党と一緒にやってるとこだから、政権与党のね、御用新聞みたいなとこありますからね、もともとね、あの歴史的にですよ、調べてください、正力松太郎とか調べたら出てきますよね。だからあのそれは難しいかもしれない。でも、で普段から政府叩く朝日新聞とかだったら、政策おかしいとかやらいいわけですよ。でも全然やらないね。海外のニュースとかひどいじゃないですか。海外のニュースとか全然ちゃんと流れてこないでしょ。今アメリカとかもひどいことになってるんですよ、日本よりも。ね、まあ州によって違いますけども。一番最近ひどいなと思って、もう衝撃を受けたのは、カリフォルニアってあるじゃないですか、カリフォルニア州ね。サンフランシスコ、ロサンゼルスとか、シリコンバレーとかあるとこですよ。ね、あそこね、州の法律でね、950ドル以下の窃盗、万引きはですね、処罰しないってしちゃったんですよ。950ドルって、まあ日本円したら14万円ぐらいですか？はい。ってことはですよ、その辺のこんなイオンとかでカリフォルニアあったら、勝手に入ってって、物持ってていいんですよ。実は持ってってるんですよ。ね、でもう店員が、とにかくやめてくださいって言うけど、もう店員押し倒して物持っていくんですよ、みんなが。ボートです、ボート。ね、したらお店側はもうそんな営業にならないし、利益が出ないから全部閉めてるんですよ、お店が。したら、住民の人物買えないでしょ。次何すると思います、住民は。アマゾンで注文するんですよ。家に届けてもらうんです、食べ物とかを。そしたら今度ね、ボートは何をしたかというと、アマゾンのトラックってアマゾンで書いちゃってるから、あれを道で止めて、そして運転手殴って鍵開けて持ってくんですよ、荷物。それがアメリカでもね、沿岸部で豊かだって言われてるカリフォルニアの今の実情ですよ。まあすでにもう僕3年前、コロナ前にロサンゼルス、シリコンバレー行ったんですけど、その時ももう街にいっぱいテントが張ったってね、もう不老者がいっぱいいましたよ。それがもうさらにひどくなってるということですね。で、移民がですよ、もう南米とかメキシコの国境を越えてですね、ガン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 入ってきてるわけです。で、ヒスパニックの方かなと思ったらそうでもだけでもない。なんか中国の人とかもどん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 入ってくるわけですよ。でも全然政府がそれを取り締まらないから、地元の人たちが一生懸命自警団みたいなの作って取り締まってるんですよ。全然追いつかない。すごい勢いで何千人で入ってくるんですよ、毎日。そんなことになってるんですよ、アメリカ。ひどくないですか？でも、日本で報道しないでしょ。日本で報道してるのは、元大統領だったトランプさんが起訴された。ね。国会の襲撃事件を教唆したんだとかですね。あとなんか、ポルノ女優となんかいろいろあってお金でなんかしたのがダメだとかですね。はぁーって話ですよ。それよりも、アマゾンの襲撃の方がひどくないですか？国境をガンガン人越えてくる方が怖くないですか？そういうことは出さずに、ね。あと LGBT とかもそうですよ。日本でも法案通っちゃいましたけど。アメリカでもそういうのを無理やり通そうとして揉めてたりとか、あと、アメリカなんかはですね、そういうのを推進するためにお金がいっぱい動くんで、ね、それに煽られた企業がですね、LGBT の方を、広告キャンペーンに使ってですね、保守的なアメリカ人がそれに反動して不買運動を起こすとかですね、そういったことも社会問題になってます。これ日本にも全部影響してくる話なんですけど、そういったことが全く応じられないで、なんかトランプ大統領が悪いことして起訴されましたと言ってるんですけど、あんなのね、ちゃんと調べたら、完全に大統領選挙の妨害をしてるんですよ。政府が。むちゃくちゃじゃないですか。ね、日本で言えば参政党が伸びられると困るから、ね、神谷総平のスキャンダルとか、過去の女性問題とか出してきて、次の選挙前、衆議院の選挙とか前になったら、わーっとね、僕のスキャンダルを出して、で、あとなんかわけのわかんない冤罪をかぶせて、僕を裁判に呼び出しまくると。ね、選挙の当日も僕は裁判に行かないといけないというふうな状態を作ってると一緒なんですよ。完全な選挙妨害なんですよ。司法っていう国家権力を使った選挙妨害をやってるんですよ。堂々と。そういうニュース流れてます、日本で。日本のテレビ、新聞で。
日本の同盟国、ある意味日本の頼みの綱みたいなところですよ。軍事的にはね、アメリカに守ってもらってるような状態ですから。その国が中から今壊れようとしてるのに、全然そんなの報じていない。そしてアメリカが弱っているから、むちゃくちゃになってるから、中国とかロシアとか、ね、ブラジル、インド、南アフリカ、まあ、ブリックスって言われる国々ですよ。そういった国々が国際会議を開いて、ね、そこにアメリカのね、同盟国だったサウジアラビアとか、ね、あともともとそういったところにもつかなかったイランとか、そういった国々ももうそっち側について、新しい経済圏を作ろう、新しい通貨を作ろうみたいな動きももう起きています。ってことは、世界の基軸通貨だったドルの支配権がどんどん弱まっていくっていうことですよ。今そういう状況です。で、どん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 と、ね、だから中東も非常に不安定ですよ。イランがサウジアラビアとかと組んじゃって、したら、もともとの宿敵であるイスラエルとの緊張関係が高まってるわけです。ヨーロッパでは、ロシアとウクライナのところにアメリカが絡んで、そこでもうずっとやってますよね、1年以上。ね。で、さらにこれ中東で、ね、イスラエルとかイランがぶつかり始めたら、アメリカさすがにほっとけないですよ、イスラエルは。そんな時に、またアジアでも紛争来たらどうするんですかね。北朝鮮、中国。いや、ロシアも今日本と緊張関係ありますから。そんな時に、日本の日米同盟は機能するのか、ということですよ。ね。で、非常に気が臭いなと思っていたら、またこれ、この間インドのニュース見てたらですね、なんと、ロッキードマーチンとかですね、そういったアメリカの軍需産業の会社が、シンガポールとかにあった本社を、なぜか日本に移してるんですよ、一生懸命今。で、日本は、皆さんご存知のように、6月の国会で防衛予算を一気に倍増してますから、ね、5年間で 43.5 兆円の防衛予算をつけてるんですよ、もう。なぜか5年間分先にもうつけてるんですよ。その防衛費何に使うんですかって話ですよね。だから日本のその防衛予算を軍需産業が狙ってんじゃないかなって思っちゃうわけですよ。これは私の勝手な憶測ですけど。ね、アジアの危機を煽って、もしくはアジアの危機が起きることを想定して、ね、そういった準備をしてんじゃないかと。こういったことを本来メディアは皆さんに伝えて考えてもらわないといけないわけですよ。この国際情勢の中で日本をどうするか。我々は目の前の山形県や天童市のことを見てもらわないといけない。でも一方で、さっきも言いましたが、国際情勢全体が見えていないと、これからの日本をどっちの方向に持っていけばいいかなんてわからないわけですよ。それを国民が考えて判断するのが本来の民主主義なんです。ね、国民が考えて政治家、僕も政治家ですけど、僕たちに、ああしてくれ、こうしてくれと言ってもらうのが、本来の民主主義です。でも日本はそれが全く機能してない。なぜなら、国民に情報が行っていないから。ね、そしてもう、ね、大手の商業主義のマスメディアしかそういうのやらない。で、地方のメディアはそうでもないんだけども、地方のメディアは人もいないし、お金もないから、そんな海外のニュースとか、自分のところで予算出して、そんなね、山形ローカルの新聞が海外ニュースとか取りに行けないじゃないですか。だからそれこそ共同通信とかが流れてきてるニュースをそのままコピーペして貼ってるだけなんですよ。だからそこの大元のニュース、共同通信流れてくる大元のニュースだけコントロールしとけばですね、ね、もう特定の情報しか日本には流れてこないわけですよ。完全に情報鎖国になってるわけです。ね。日本人は北朝鮮の人たちをね、見て、あ、キム・ジョンウンさんに洗脳されてんじゃないかな、かわいそうだな、とかっていう人多いわけですよ。で、僕はいつも言うんだけど、僕から見たらですね、皆さんも日本政府に情報コントロールされてる、かわいそうな人たちなんですよ。ごめんなさいね、言い方悪いかもしれないけど。だから北朝鮮と何ら変わらないわけです、日本も。明るい北朝鮮なわけですよ。ね。北朝鮮よりは自由あると思いますけど。そういったことをみんなでもう一回認識をして、さあどうするかっていうのを考えるタイミングにそろそろ来てるんじゃないですか。このまま出して日本がどんどん衰退していくのを待つんですか。それをそのままね、子供や孫にもうお前ら悪くなるけどごめんねって言ってもう放置して渡すんですか。僕はそれができなかったんですよ。ね、別にね、国会議員になりたかったとか政党作りたかったわけじゃないんです。ただ、民間でそれを一生懸命ね、YouTube で言ってたって、その一部の人しか見てくれないんですよ。ね。で、結局それで一部の人だけに見てもらって、そういった方々からちょっとセミナーとかやってお金もらってってなったら、これただのビジネスのための言論なんですよ。世の中変わらないんですよ、それじゃ。ね。なんかそういう生き方が嫌になっちゃったんです。単なる、ね、まあ僕は保守的な考え方を持ってますから、ビジネス保守だとか言われたら腹立つわけですよ。ね。本当は皆さんに知ってもらいたいんだけど、ね、ただ YouTube とかで言ってるだけじゃ全然ダメなんです。だから政治っていうね、もともと僕は29から35まで銀をやってたので、
政治の何たるかがある程度分かっていたから、だからこういう党を作って皆さんに一緒に政治のこと考えませんかって呼びかけてるのが参政党です。正直言うと政治なんかやりたくありません。めんどくさいからね、ほっとめんどくさいですよ。いろんなところでいろんな争い起きるしね、本当だったら心平穏に暮らしていきたいし、僕も5歳と1歳の子供がいるから、ね、石川県に住んでるんですけど、そこでのんびりと農業もちょっとやってるしね、子供たちと一緒に暮らしたいって、それありますよ、ありますよ。皆さんと一緒ですよ。僕だってそんなに強い人間でもないからけれども、みんながそれをやってる結果ね、自分の安定した生活を求めて自分の半径5メートルのところしか見ない結果、今みたいになっちゃったわけです。だからこれからはそうじゃない。まず気づいた人から、全員は無理かもしれないけれども、気づいた人から何か始めていかないといけないんです。できることから。ただ誰かがやってないと、もしくはどっかに人が集まってないと一歩踏み出せないと思ったから、だから参政党っていう政党を作ってね、勉強会やったりで、時にはね、斉藤さんみたいに立候補するよっていう方がいらっしゃったら、みんなでね、手弁当で選挙やってみたり、そういうことの中で、あ、政治ってこうなってんのかと、あ、意外とやろうと思えば自分たちも関われたんだと。で、やっていくとなると、ね、皆さん今、情報の受け手の側だから、政治なんて関係ないとか言えますけど、逆にね、こっちの側、ね、こっちサイドに立ってるオレンジの側になるとですね、気づくわけですよ。いかに日本人が政治とか世の中に関して無関心になってるかっていうこと、恐ろしくなりますよ、この無関心さは。ね。でも言われたまま、政府に言われたままに税金を払うし、政府に言われたままに注射打つし、政府に言われたままに、ね、遺伝子組み換えされたものとかなんか食べるわけですよ。なんで、おかしいって言わないんだろうと。思考が回り出すと、おかしいっていうことが思い出せるんだけど、それがないと、みんな、もうゾンビのように言われたままなんですよ。言われたままに、あっち行けたーってやるし、こっち行けたーって言うんですよ。ね、で、お金だ、あ、お金ーって言っていくんですよ。いや、本当に、言い方悪いかもしれませんけど、そういう風に見えてくるようになります。視点が変わるとね。でも、日本人は本来そんなにね、バカな民族でもないし、利他の精神がある国民だと僕は思ってますから、だから、その皆さんにかけられている、なんていうかな、マインドコントロールというのか、まあ、環境設定ですね。それさえ、変わるきっかけがあれば、日本人は僕は絶対立ち上がれると思ってるんですよ。で、日本人はね、立ち上がったら早いと思ってるんですよ。周り見ますから。ね。そう。今はまだ数パーセントですよ。こういうこと分かってるのは。だから賛成党なんかすぐ陰謀論だ、陰謀論だって言われるんです。マイノリティだからね。けどね、これ 10%、20% ぐらいになってくるとね、スイッチ入り出しますから、日本人。で、日本人ピョロピョロと周り見ますから、あれみんなやってるなと思ったら、距離バッと立場変えてね、いや、俺昔から思ってたんだよとか言い出すわけですよ。それが日本人です。はい。いや、だから、それを利用されたわけですよ、戦後も。ね。鬼畜米英だとか言ってたのに、ね。もう、急にパーンと曲げて、天皇陛下ももうやめましょうっておっしゃってですね、政府も思わずアメリカに口で行きましょうってなったら、ね。まあ、見逃してるし、まあそうかなって言ってパッと切り替わったわけですよ。だから、78年経ちましたけども、もう一回その反対の運動を、今度は外圧じゃなくて、我々日本人の手でやりませんかって言ってるんです、参政党は。ね。でそこには、暴力を使うんじゃなく、お金で誘導するんじゃなく、本当にこういった草の根の運動で気づいた人たちからが手弁当でみんなでやっていく。時間はかかりますよ。本当はね、なんか外圧かけたり、ね、脅したり、ね、お金で吸ったりする方が早いんです。ね、あとはもう耳障りのいい政策ね、なんとか起きるとか言ってたら、キャッチーなんですよ。でも、結局それは誘導になって嘘になっちゃうから、我々はそれやりたくないんです。その辺結構愚直に真面目なんです、参政党は。だから今日ね、話したような話をずっと積み上げて話していくわけです。ね、海外の情報がちゃんと来てない、学校の教育がおかしい、ね、それから食事とか農業とかそんなのどんどんおかしくなってる。ね、二日前か、ね、秋田県に行ってきたら、秋田小町がもう食べられなくなるということですよ。秋田小町 R っていう、ね、放射線を当てた遺伝子組み換えをした、ね、稲を使わないと、苗を使わないといけないというふうに県が方針を変えようとしてるんです。その理由知ってますか？秋田県の全土の農地の 3% にカドミウムっていう物質がね、ちょっとこう工業用として流れた。ね。で、それが一部検出されるんですよ。秋田小町の 3% に。ね。それが風評被害になるのが怖いからと言って、全部の秋田小町をカドミウムを吸わない遺伝子組み換えしたやつに変えるってです。で、それを変えないと、その苗を使わないと農協が買い取らないってまた農協が出てくるわけですよ。
別にいいじゃないですか。 3% カドミウム検出された分だけ避けとけや。 97% 普通に食べれるんだから。それで OK でしょ？ねえ。で、またそうやって遺伝子組み換えしたやつだと、また余分な肥料とか農薬とかまた買わされるんですよ。ビジネスなんですよ。で、それが日本の企業に入ればいいけど、またその農薬とか肥料を海外から買ってこないといけないから、結局秋田小町を一生懸命作るために、日本が海外から農薬を買わなければいけないっていう仕組みが出来上がるわけですよ。こんなバカげたことないでしょ。ね、そういうことをですね、なんかみんなの知らないところでこっそりこっそりやるんですよ。パブリックコメントとかもちゃんとやらないまま。ね、本来、正しい政治のやり方であれば、ね、秋田県のテレビとかでバンバンやればいいんですよ。県がこういうこと考えてますけど、皆さん本当にいいですかと。3% のカドミウムを含む農薬の風評被害を抑えるために、全部遺伝子組み換えにして、それじゃないと農薬が、農協は買い取りませんというふうに、県の方針でするらしいんですけど、県民の皆さんそれでいいでしょうかっていうのを、毎日のテレビでやるんです。そしたら合理的な県民は絶対ノーって言うから。でもそれを言わずにこっそりやるのが、今の政府ですよ。だから、これを変えないといけないんです。ね。ので、我々は教育とか、食と健康っていうのを言ってます。で、なんで食と健康が大事かっていうと、今、日本の一番の金食い虫が医療費だからですよ。みんなが病気になってるから。ね。で、医療費を払うんだけど、いっぱい使ってるんだけど、全然なんかね、別に病院が儲かってるわけでも、お医者さんが儲かってるわけでもなさそうなんですよ。医療保険とか立ってないじゃないですか。だから我々が払った医療費はどっかに漏れてると思うんですよね。そういうふうに皆さん感じませんか？ 40 兆円とか使ってる毎年。公共事業だってすごいですよ。毎年40兆使ったらもう日本中すぐ新幹線ですよ。もうね、僕は北陸の日本海沿いにね、新幹線を通したいんですよ。青森から、その、今の金沢ぐらいまでストーンと、あと、金沢じゃない、富山まで繋げたらですね、青森行ったついでに秋田行って、秋田行ったついでに山形行けるんですよ、順番に僕ら。ねえ、それが今第一から、東京行ってから山形行って、また戻って秋田行ってみたりしないといけないんですよ。すぐ隣なのに。ね。これかなり損失受けてますよ。新幹線だとか交通インフラないところ。それをやるのに数兆でできるんだから、医療費とかを減らしてそっちの方に使えばいいじゃないですか。そしたら地元の土建屋さんとかにいっぱいお金が行きますよ。そしたらその方々は地元で買い物するし飲み屋さんに行ってくれるでしょ。そしたら地域経済回るじゃないですか。若干路線は赤字になるかもしれないけれども。ね、それでもいいじゃないですか。ね、みんなの生活が便利になって、ね、北陸の、東北の人たちが生き生きしやすくなれば、北陸全体で、ごめんなさい、北陸は僕のとこだ。東北全体で、ね、循環経済作ればいいじゃないですか。特に、東北が日本の食料庫ですから。北海道と東北で日本の食料を作ってるんですから。ね、そこに人が住んでもらわないと、誰が食料を作ってくれるんですか、これから。ね、だから皆さん誇り持ってくださいね。日本人の胃袋は俺たち支えてんだというぐらいのね、思い持ってもらえばいいし、ね、都会に住んでる僕も東京に最近ずっといますけど、都会に住んでる人たちは、ね、東北とか北海道のおかげで俺たちは草のもの食べれんだなというふうに思って、そこにお金を払うこと何の問題があるんですか。そういうふうな流れを作ればいいんですよ。これが国守りです。参政党の言っている。別に、ね、強い兵器を持って外国と戦うことだけが、ね、国を守るってことじゃないんですよ。国民の健康な体、健全な精神を守り、そして地域の経済をしっかりと守っていくっていうことが一番の国守りなんです。そして、これからも、ね、生まれ育った地域で暮らしていきたいなと思える若者が増えることが地域を守ることなんですよ。その構造を作るのが政治の一番の仕事なんです。それをやらずに無駄を切るとか、ね、なんか外国からいっぱい企業を入れるとか外国人を入れるとか、それは亡国の政策なんですよ。そう考えたら日本の主要な政党は亡国政党じゃないんですか。一人一人のね、議員さんはまともなんですよ。話してたらみんな僕はそうだ、言ってることそうだねって言ってくれるんですよ。でも党になるとそれが通らないんですよ。なんかおかしいでしょ。なんか仕組みがあるおかしいんですよ。参政党は僕が今言ってるようなことを党員みんなが言えますし、地方議会でも実現できます。小さな、フェースかもしれないけれども。だから、こういった当たり前のことですよ。誰も反対しないでしょ。日本の地域経済をね、活性化しましょうとか、ちゃんと国民がお金使えるようにしましょうとか、できないんじゃないんですよ。できます。必ず。ね。物理的にはできるんです。でもなぜか、
外圧がかかっているのか、ね、財務省がおかしいのか、わかりませんけども、やらないんですよ。でも、それをやらせるのが我々国民の仕事ですよ。みんなでやれ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 言わないといけないんです。黙って従順に従ってちゃいけないんです。それをみんなで声を上げてやる。で、まず自分たちの町からやる。ね。それを参政党は全国草の根のようにやっていきたい。全国1700自治体があります、約ね。そこの1700の自治体に少なくとも一人は参政党の議員に入っていただいて、そこで今日僕が話したようなことを皆さんで勉強してもらったり、情報共有をしてもらいたいんです。ね。ああ、なるほどと。今日僕はね、40、50分でまとめていろんなことを言ってますから、その背景をしっかり話せてません。けども、今日僕の言った話で、これ嘘なんじゃないか、おかしいんじゃないかと思った方は、調べてください。そしたら、なるほどねと、こういう根拠があるから、参政党の神谷はこんなこと言ってたんだな、ということがわかりますから。で、自分たちで、ね、勉強会とかするのは多分大変でしょうから、そういう時に、斉藤さんとかを議員にして、ね、斉藤さんに勉強会やってもらえばいいんですよ。斉藤さん、今度、日本の経済ね、地域経済のことやろうと、ね、あと、教育のことやろう、食のことやろう、ね、医療の闇について教えて、とかですね。そういうことを、ね、彼女に振ればいいわけですよ。で、彼女は議員になるって言ってるんだから、そういうことを調べて皆さんにお伝えする責任が生まれてくるわけです。これが、ね、良き有権者と議員との関係ですよ。みんなで一緒に勉強する。そして勉強して思ったことをちゃんと議会で言ってもらって、市長さんとか行政の信を問う。で、おかしなことやってたら市長さんを変える。ね、そういうことをやっていくことで地域が変わっていくんです。で、そういう声が大きくなってくると国の政府が変わるんです。政治が悪いのは国民のせいです。僕も含めて。だから僕はもうそれじゃいけないと思って参政党を作りました。なんとか奇跡的に去年国政政党になれました。日本で今一番小さい国政政党ですが、でも思いはどこよりも強く日本のことを憂いている政党だと思います。その政党の候補になろうという方が皆さんの前に立っていらっしゃるんで、ぜひですね、この9月選挙がありましたら、皆さん、参政党の斉藤さん、思いをどんどん届けてください。ね、話に行ってください。それで会わなかったら別に無理して応援なんかしなくてもいい。ただ、そういう党があって、参政党という党があって、ね、国民の政治参加を求めてんだなと。みんなと一緒に勉強しようっていうリーダーがいるんだな、ということを、今日しっかりと胸にちなんで帰っていただければ、私は来た甲斐があると思います。今日はどうも暑い中ご清聴ありがとうございました。最後にですね、やりたい人だけでいいんですけども、まあ、参政党には参政党コールというのがありましてですね、やるとちょっと盛り上がります。はい。恥ずかしい人は無理してやらなくても大丈夫です。僕がせーのと言いますんで、1、2、参政党というふうにご唱和いただきたいんです。で、心の中ではね、斉藤道夫、頑張れというふうな思いで言っていただければありがたいと思います。では最後に締めさせてください。いきます！せーの、1、2、参政党！ありがとうございました！ありがとうございました。まなびばチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。9月9日、参政党のフェスですね。参政党フェスというのがありますね。その告知をさせてください。今度は東京ビッグサイトで、7時間行います。過去最大の規模のイベントになっております。最大ということは会場も広いので、まだチケットが1000枚ほどあります。ぜひですね、この残り数日で、皆さんに買っていただいてですね、現場の感動を共有していただきたいと思います。オンラインでもアーカイブが見れるんですが、それだとやはり熱が伝わらないので、ぜひ会場に来てですね、一緒に我々と思いをいつにしてください。